みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで本日はですね、はい、とても悲しい動画ですよ、皆さん。はい、びっくりだ。とっても悲しい動画ですよ、皆さん。びっくりです。もうどうしたらいいんでしょうね。はい、何が起きましたか。言っちゃっていいんですか、私は。はい、11月7日のね、土曜日に、久しぶりに TikTok を開いたんですよ。はい、そしたら、アカウントが消されてて、と思って。そうです。なんかね、コミュニティガイドライン違反が複数あったため、このアカウントの使用は一時的にロックされていますかな。なんかこんな感じのことが書いてあって、なんか一瞬出てパッて消えちゃったんで、ちょっとしかわかんないんですけど、ちょっと調べてみたら同じようにね、されてるっていうか、なっちゃったっていう方のあれがあったので、ちょっとそれを見たんですけど、多分同じことが書かれてると思います。まあ一時的になんかロックされたっていうか、まあ一時的に停止になったっていうことだと思うので。でも私で開いたら、うん、もうなんか登録しか書いてなくて。あ、そう。それ出てないから、もう多分消されたんじゃないって感じ。私の中では消されたと思ってた。そうなんね。だってもうそれ出てないんでしょ。出てないです。で、TikTok を、この、じゃあアプリを開いてみてください。TikTok のアプリを開くと、もう、なんていうの、その、いつも出てくる自分の、いつも出てくる自分の登録画面っていうか、マイページっていうのが、もうこんな感じになっちゃって、プロフィールのところが、もう一から登録してくださいっていう画面に。アカウントを登録しましょう、だからね。そうなんです。だからもうそれが出てない限りは、うん、もう多分ないと思う。検索してみる、しほりみって。うん。どうなんだろうね。今までしほりみって多分検索してたら出てたかな。出てたと思う。出てたよね。どうなの。あ、これだね。これこうなっちゃってます、もう。やばくない？一応アカウントはあるんだね。ね、フォロー中ゼロ、フォロワーゼロ、うん、いいねゼロ。全部ゼロになっちゃってる。まだ動画にいいねをしていません。はい、もう全部消えちゃって使えないっていうコンテンツはありません。ダメですね。で、今ちょうどUUUMの事務所の方に、うん、確認をしてもらってる状況です。はい、まあ、一応ね、事務所の方にも TikTok 担当の方が多分いるみたいで、ちょっと見てもらおうかなっていう段階なので、まだね、復活できるのか、もうこのままダメなのかっていうのもまだ全然わからない状況なんですけど、ひとまずね、ちょっと今はもう一時停止っていう形になっちゃったので、うちのアカウントが多分もう見れないし、出てこないし、もうもちろん TikTok も上げることもできないし。で、あのね、うん、下書きね、800本ぐらいあったの、うん、それも多分なんか全部消えちゃったと思う、ね、全部消えたと思います。はい、何が引っかかったの？いや、わかんないですもん。何も引っかかってるのかな。うん。で、なんかね、いろいろ調べてみたっていうか、ちょっとググってみたら、もう同じようにね、アカウントが一時停止になっちゃった人もいるみたいなんですけど、その人たちも別に違反をしてるわけじゃないのに、急になったっていう方もいて、ね、どうなることなんだろうか。でも、一時的にロックって書いてあるから、もしかしたら復活できるかもしれないし。でも、それ消えたんだよ。それ消えたんでしょ。それ消えたの。じゃあどうすんのって話じゃん。うん。でも、まだ一応あれ残ってるじゃん。シホリミハイホンチャンネルっていう、そんなに。ね。さっき見たじゃん。一応ゼロにはなってるけど、一応あるじゃん。一応あったね。一応あったけど。うん、でもそれ消えたんだよ。うん。大丈夫なのって。わかんない。もう消えちゃったら、新しいの作る。また考えよう、その時は、うん、ね。はい、ということで、ちょっとね、悲しみに浸っていますが。悲しみですね。ほんと。はい。あんなに、もう何年やってきた？ 3 年。3年か。どうと結果の思いよ、夜空は君への滑走路。懐かしいね。そのぐらいが流行ってる時だもんね。夏よ、君の声。懐かしい。願い、これ以上。これ以上散らさないで、かけきなんて。
懐かしい。コンデが流行ってた頃にちょうど始めて、まあ3年ぐらい前だよね。そう、こういうのが流行ってた時、うん、懐かしいね。懐かしい、うん、ねえ、あの頃からのこの積み重ねた努力がちょっとね、ねえ、本当にそう、一瞬でなくなってしまった。パッてパッてなくなっちゃった。しほちゃんもこんな陽気にいますけど、心の中ではきっとね悲しんでるのかもしれません。うん、ね、はい、まあでも TikTok はね、まあいろんな思い出がありますよ。まあ、思い出がある、ね、私たちにとっては過酷な場所でもあったよね、いろいろとね。はい、あ、怖かったよね。そう、 TikTok はね、やっぱね、怖かったですね、ちょっと。まあでも足を踏み入れちゃった以上頑張ろうって3年間ね続けてきたけど、まあ心の傍らちょっと辛い場所でもあったなっていうのが思い出かな、 TikTok っていうとね。え、 YouTube もだったらくない？でも YouTube よりは TikTok の方が声すごかったよね。こうなんか攻撃っていうかさ、攻撃っていうの。でも昔はねやっぱこうやってる以上多少言われてもね、しょうがないんだって思ってたけど、今は、私今全然大丈夫だよ。そうだよね、今はさ、もう全然平気。なんか言ってくる方が悪いじゃんって思うようになった、うん、言われてもしょうがないじゃん。いや、私さ、違うなと思って、私さ、言っても言われてさ、あー、なるほどって、参考になるわって見てて、うん、そうね、本当にそういう感じで見てるから、うん、別にそんな傷つかない、うん、でも2年生の時は傷ついたかもしれない。そうだよね、最初の頃はやっぱりさ、始めたばっかりで結構攻撃されるとちょっと傷ついてるね、うんうん、親の私でもね、結構うわってきたなんか苦しくなった記憶が今蘇ってきました。マジか。はい、なのでまああんまり、うん、TikTok って素晴らしいとこだったっていう正直思い出っていう感じではないんですけど、やっぱ消えちゃうとやっぱちょっと寂しいっていうか、悲しいので、まあ、できればね、復活はしたいなって思ってるんですけど、なんせこれはこちらではもうどうにもならないので、もう事務所の方にね、ちょっとお願いするしかね、今はないです。今後どうなるかね、また復活できたらまた皆さんに連絡できるかもしれないんですけど、はい、とりあえずはね、今停止してますっていうご連絡でした。もうね、びっくりだったね。びっくりだったよ。TikTok 開いた瞬間になんかアカウントを登録してくださいってさ、えぇ、ーって思って、焦っちゃって、もうえぇ、ーってなっちゃってね、めっちゃ声でかかった。何これってなるでしょ、だって、うん、なるよね。なのでね、しばらく TikTok はちょっとお休みになります。はいはい、じゃあまたね、アカウントのが今後どうなったかっていうのも、まあ復活できたら連絡する感じなのかなね。いい連絡ができることを願って、はい、皆さんもお願いします、はい、願いを、皆さんも祈っててください。はい、祈っててください。復活はい、はい、ということで今回はね、はい、TikTok のねアカウントが消されたという、はい、一時、まあ消されたっていうか一時停止、一応ね一時ロックって、いやでも絶対消されたよ、だって消えたんだ。はい、まあ一応一時停止です。はい、まあ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 、まあ、はい、ということで、はい、それではバイバーイ。